それじゃあまた。隣人がいい笑顔のイケメンなのはラッキーかもな。うちの調査員だったんですか。俺はお客様とあなた方営業マンを守りたい、それだけです。こちらこそよろしくお願いします。アンジェンテダブルセクション。うん、免許証も持った。忘れ物ないな。転勤して初めての外回りだから。よし、隣の人。おはようございます。503号室に引っ越してきた中井と言います。はじめまして。ああ、お隣さん。どうも、はじめまして、高橋です。挨拶遅れてすみません。日曜に伺ったら留守だったので。すみません、出かけていて。先週に引っ越してきたんですか。はい、土曜日に。もうこの辺りの散策とかしました？駅の周りとか。いえ、まだスーパーに行ったくらいで。すみません、電車の時間きついんで先行きます。はい。あ、そうだ、これからよろしくお願いします。それじゃあまた。びっくりした、いきなり手握るって。でもまあ、隣人がいい笑顔のイケメンなのはラッキーかもな。癒されそう。なぜなら、俺は仕事で嫌悪の目を向けられることが多い。お忙しいところ申し訳ございません。 JC 生命関東第二支社お客様サポート室の中井と申します。俺は保険会社の契約調査員だ。契約時の虚偽や不正がないか調べるのが仕事だ。はっ、お客様サポートって本当かね。この前電話してきたお客様コールセンターってやつもだ。いつどこで申し込んだかとか、本当に持病はないかとか、サポートどころか尋問だったぞ。まずコールセンターが全ての申し込み者に対して確認の電話をかけ、要調査と判断された場合、調査員が直接赴く。なぜ調査なんてするかというと、保険金殺人のように悪用目的で申し込む人間がいるからだ。まあそんな極悪なのは滅多にいない。今回のもよくあるパターンだ。3ヶ月以内に医師の診療、投薬を受けてないと申し込み書類で回答いただいているのですが。疑ってるのか？病気なんてなってないぞ。それでも疑いの目で根掘り葉掘り聞くものだから、もちろん嫌がられるわけで。例えばの話ですが、風邪薬や頭痛薬、高血圧の薬は。血圧の薬はずっと飲んでるが、ありゃ栄養剤みたいなもんだから関係ないだろう。出た、アウトだ。だいたい俺は保険が嫌いなんだ。高橋くんが何度も熱心に説明してくれるから入っただけで。高橋、そういえば担当営業マンの名前、高橋朝日。いやいや、まさかな。え、お疲れ様です。うわ、大当たり。調査員の中井さん、お前に確認したいことがあるそうだ。うちの調査員だったんですか。嫌そうな顔。はい、
私も驚きました。仕事をしないと。林和夫様のご契約について伺いたいことがあります。調査は担当営業マンにも行う。あってはならないことだが、営業マンがこの程度ならバレないと客を誘導している場合もあるからだ。それが一番たちが悪い。中井、ここにサイン頼むわ。契約の際、顔色や健康状態について何か気づいたことは？特にないです。持病や服薬について確認は？はい、過去3年の病歴についても確認しました。確かに確認されたんですね。もしかして何かあったんですか？それは今はお答えできません。視線が痛い。次の質問ですが、でもいつものことだ。お忙しい中申し訳ございませんでした。いえいえ、これからよろしくお願いします。なんすかあれ、新しい調査員？あんな若いの珍しいな。営業マンにとっては調査員なんて敵みたいなもんだ。努力の成果を俺たち調査員が土足で踏み荒らすようなものだから。でもまさかあの人が営業マンなんてな。これからはマンションで顔を合わせてもあの目を向けられるんだろうか。それはちょっときついな。客に嫌がられて現場の営業マンにも嫌われる。いや、弱気になるな。林さんは多分審査落ちになる。今日報告したら審査結果の郵便が林さんに届くのは来週半ばだな。よし、それでも俺は。この度は誠に申し訳ございませんでした。謝られてもどうせダメなもんはダメなんだろう。審査落ちだって書類も今朝届いたし。せっかくお申し込みくださったのに、こちらの確認不足でご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません。私の訪問にまでお時間割いていただいたのに。ああ、いや、血圧のことを言わなかった俺も。その担当者が再度訪問しますので、もう一度話を聞いていただけませんでしょうか。ずうずうしいお願いだとは思いますが、どうかお願いします。もう一度ってそんな。あなた、林さん、あの保険ダメだったって。うわ、なんで中井さんがいるんですか。まだ何か調べに。違いま、ここで話すのはまずい。申し訳ございませんでした。失礼いたします。林様、高橋はまた後ほど伺いますので。高橋さん、ちょっと。客先で鉢合わせするなんて。中井さん、何しに来たんですか。火に油注ぐようなことしないでください。謝りに来たんです。は？謝るも何も、調べたのはあなたでしょう。ああ、いつものあの目だ。そうです、私が調べたから分かったことです。お客様が自己判断で服薬について話さなかった、これは虚偽申告にあたります。もし今調査されずに契約成立したとしても、八
覚した時点で契約は解除されます。当てにしていた保険が突然なくなって困るのはお客様なんです。それにあなたも責任を問われて何かしらの処分を受けることになる。でもなんでわざわざ謝りに。なんでって調査員の役目は不正な契約を出さないことです。できることならお客様に嫌な思いはさせたくないし、営業マンの邪魔もしたくない。俺はお客様とあなた方営業マンを守りたい、それだけです。え、守りたいって。俺、何って。あ、高橋さん。林様。高橋さん、聞いてください。え、多分林さんはこの保険なら審査通ります。掛け金は割高ですが、その分は奥さんが年金保険を申し込めば将来的にプラマイゼロになります。セットで提案してみてください。お願いします。あなたも謝りに来たんですよね。邪魔をしてすみませんでした。それじゃあ。9時前か、腹減ったな。まだ土地勘がないから1日3軒回るのは厳しいな。そういえば高橋さん、話聞いてもらえたんだろうか。ああ、客と営業マンを守りたい、そう思ってこの仕事を選んだ。でも人に話したことはない。言ったところで客も営業マンも契約を邪魔されたには変わりないし、言うことでもないから。それなのに俺はお客様とあなた方営業マンを守りたい、それだけです。なんであんなこと。中井さん。林さん、もう一度申し込だ。大丈夫ですか。っていうか急に隣から出てくるなんて何して。あの、今日はすみませんでした。何度も訪問してやっともらえた契約だったからつい怒ってしまってすみません。いえ、俺正直調査員の人嫌いだったんです。でも客のためって言われたのが目から鱗で、確かに突然契約解除されたらお客さんが困るんですよね。林さん、今度再申し込みしてくれるそうです。ありがとうございました。そうですか、よかった。謝って礼まで言うなんてこの人すごく素直。調査員って謝りにも行くんですか。あれは俺が独断でしてるだけです。なのであまり人に言わないでもらえると。え、支店に戻ってすぐ行っちゃった、あんなことする人初めてで感動しちゃって。どうしよう。素直っていうよりすぐ言動に出るタイプ。営業マンとして大丈夫なのか。そうだ、大丈夫です。明日あれは幻でしたって言っときますから。いや、それは無理あるだろ。変な人。いいですよ、もうこれ以上
話広めないようにしてもらえれば。俺今晩飯食ってたんですけど、よかったら中井さんもどうですか？ありがとうございます。でももう外で済ませたので。そうなんですか、残念。すみません、食事中に。それじゃあ。改めてこれからよろしくお願いします。あ、そうか。こちらこそよろしくお願いします。はい。それじゃあまた。俺はこの人に剣をされたままが嫌だったんだ。高橋さんの誤解を解きたくて、客と営業マンのためと知ってほしくて言ってしまった。手がジンジンする。営業マンと必要以上に親しくなってはいけない。調査員の仕事に支障が出るから。まずいな、気をつけないと。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。ダブルセクションは全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。